はい、どうも僕です。ということで今回もドラゴンクエストライバルズエースやっていきましょう。ということで今回の敵はダブルアクバーということで、今回はアクバーが死亡した後フォレスの2体同時に出すことによって、死亡時に消滅する効果を持ったアクバーを出すことができると。でアクバーが、短集中時に死亡するんで、アクバー同士が共鳴し合って、アクバーが死んでアクバーが復活して、もう1体のアクバーが死んでまたアクバーが復活するということができたら強いんじゃないかなと思い、今回こちらの敵を作ってまいりました。まあ、アクバーがね同時にやられるのか、それとも上から順番にやられるのかにもよってアクバーが復活するかどうかが変わってくるんで、そこをねフォレスドンの検証をしながらもやっていこうかなと思います。ってことで早速やっていきましょう。レッツゴー。脳書きはいい、さっさと始めようぜ。始めましょうか。さあということで今回なんと皆さん今見ました、しっかりとランクマッチでやります。ランクマッチでねこの敵が使えるってことをね証明したいんで、今回こちらの敵をねランクマッチでプレミア対プラチナ対なんで、まあ別にいけるかなって感じもするんですが、やっていこうかなと思います。ってことでとりあえずアクバーがいい感じに出るまではカットで。さあということでそろそろアクバーチャンスが来ましたね。今アクバーが今のところあのロンダルキアへの洞窟が耐久7まで上がることが次、この、超スーパーカー、神すぎ今日、超スーパーカーがあることによってあるんで、まあ、とりあえずこの後テンション上げれば、ロンダルキアがターン終了時に発動するわけなんですが、ただね、今回アクバーがいるんで、今回ね、一応アクバーとフォレストの組み合わせた敵なんですが、それと同時に、今回アクバーと、あと、これなんだっけ、ロンダルキアか、ロンダルキアと合わせた効果も結構強いんじゃないかなと思ってて、まずは一旦、極楽鳥に向かで、まあ、あとはロンダルキアって感じかな。さあ、ここでどんぐりタキシー、ここでロンダルキアを出してからの極楽鳥かな、多分そうだね。さあ、これで、あえてテンションを上げずにいきましょうか。これを使うことによって、次のターン、まあ、次、自分がテンションを上げた時に、ロンダルキアが発動すると。で、今回、フォレストンがあるんで、フォレストじゃ、アクバーがあるんで、これで、なるほど。これで、ロンダルキアが発動してアクバー出すことによってロンダルキアで出てきたユニットを復活させることができると、これが結構強いんじゃないかなと思ってるんですが、さあここでまずは攻撃しつつ回復をしていく。さあ OK いいね。さあということでそろそろこちらがアクバーチャンス来るんじゃないでしょうか。しかもちゃんとフォレストも2体あるんで10ターン目には使えるんですが、さあまずはアクバーを召喚からのテンションアップをすることによって、じゃんじゃんじゃん、これで4体じゃない3体出すことができる。しかももう1個のロンダルキアも耐久上がってる。さあここで、いい感じに来る。しかもこれいいね、チョコタワーチョコレートプラネットが、つむりマバの効果によっていい感じに共鳴しているんですが、さあまずはここで攻撃が上がりますが復活、さらにここで2点ダメージを与えてまたまた復活からの最終的につむりマバも復活すると。はい、これでなんかほざいてますけどグレイグ様が、さあここで攻撃をすることによってさらに復活、いいねこれが強いマジで。さあということで、あーでもこれどうなんだろうね、ワンチャン、お、なるほど、絶対伝えしてやるぜ。さあすごい冒険を図れましたが、あと2ターンかな、フォレストン出すんだったら。さあここでまず竜戦士の遭遇、さあこれで3点、お、そっち来るんだ。てっきりここあのつむりママに武器で当たって両方除去るんかなと思ったんですが、なるほど、 HP を極力、まあ、1でもとりあえずあれかな、うん、ダメージ軽減したいって感じかな。さあここで攻撃しますが、いやこれ絶対、あとどうなんだろうな、わかんないな。まあいいや、とりあえずこれで、はい、こうすることによってテンションが上がってエンドと、とりあえずじゃあここはプチプリストということで、どんぐりどんぐり極楽プチプリって感じかな。さあここでどんぐりたけし、極楽鳥出してプチプリスト出してテンション使ってって感じかな。さあここでいいね、回復もめちゃめちゃしていく。さあとりあえずこれで、まあ多分リーサルはないはず、うん、癒しの波動もあるんで、まあまあまあ相当なことが、もう一回稲妻使われたらワンチャンあるかもしれないけど、それ以外だったら多分大丈夫なはず。さあここで稲妻の過去と、おそらくどんぐりたけしかな、おっとそう来るか、ずっと伝えしてやるぜ。さあここでまずは除去られましたがブラストアローと回復、これが強いね。さらに、サマルトはね王子、こっちみんな。さあということでここでさらにテンション上げていく、これからよろしく。さあこれでとりあえず自己紹介をしていきます。で8点ダメージ、まあこれは大丈夫そうかな。お、なるほど、ミラクルブレイド、しかしながら関係ないと。ここでフォレスドンがね悪魔を復活させて悪魔が永久に生存することができたら僕の勝ち、できなかったら僕の負け、それだけの話。これでついに検証するぞけきますね。さあここで除去られていく、いいね。さあ残りはもうラスト悪魔を出すのみとなりましたね。私のターンです。さあ鬼向かでいきましょうか。さあここでしっかりとまずはフォレスドンを召喚、ここで復活させるのは
悪魔からのさらにフォレスドンを召喚。これでまた悪魔を復活。うまくいけば悪魔が2体復活することができると。これはめちゃめちゃ強いんじゃないか。さあこれでさらに悪魔を召喚。さあこれで復活できれば勝ち確盤面ですが、どうなるでしょうか。いや強そう。さあ行こうか。これで死亡からの死亡。さあはい、両方消えますと。ということで検証結果は時間を無駄にしたと。僕はこれをやるために2時間近く時間を費やし、皆さんもこれを見るために10分近くの時間を費やしましたが、全て意味がなかったということで、さあまあ僕とねみんなお互いに時間を無駄にしたということで、まあ検証結果フォレスのいいこと分かったのはやっぱり同時にやられるってことで、まあ同じ被害を悪魔をフォレスドンで復活させようという魂胆をすることによって時間を無駄にすることがないようにね、これを教訓に皆さんどうかフォレスドンで悪魔を復活させることは、まあなんかいっぱいユニットが言うときに悪魔の効果で復活させるとかまあありなんだけど、悪魔を2体復活させるというのはもうなしの方向でお願いします。それでは今回はここまで。バイバイ。